どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですねちょっと細かい話まとめて紹介していきたいなと思います。ということで早速ね内容に入っていきましょう。それではまずですねこちらねレボリュートから来てたわけなんですけどもえこのね えー、レボリュートっていうのは今ねクレジジジットカーーードかかからチチャャすするとチャージ手数料1.7%かかりますよねで、えー、銀行振込とかねデビットカードからのチャージだとこのね手数料かからず、えー、入金することができて引き出しとかもねすることができたんですけども、えー、今回ねこのデビットカードからのチャージした資金についてですね ATM 出金で、ね、できなくなるっていうふうにね 発表がございましたこちらね、まあ、そんなに使ってる方ねいらっしゃらないと思うんですけどもこのデビットカード自体もですねあの今あの楽天とかね GMO 青空とかいろいろね試した時にチャージすることができるデビットカードっていうのはあることあるんですけども楽天とかね楽天デビットね還元あったりするんですけどもこのレブルートのチャージに関しては還元取れなかったりするんですよね。ですのでわざわざねデビットカードでチャージするんだったらまあ普通にねあの銀行振込でチャージするのとねまあ、一緒っていう風になりますんでまあ、そちらでねそんな利用してる人いないんじゃないかななんていうふうに思うんですけども今回ねこれデビットカードに関してはですね ATM 出勤できなくなるお金になるっていう風になりますのでもし利用されている方いらっしゃいましたらですねこちら注意してくださいそれでは次にですね三井住友カードビザタッチ限定ライフのお買い物で10%還元キャンペーンということでスーパーのねライフっていうところですね三井住友カードでスマホのビザタッチ決済していただくと10%ポイント還元キャンペーンが来ておりますこちらね珍しくエントリー不要っていう風になっておりまして期間が1月の22日から2月の22日 まで対象カードは ANA カードとかの定型カードを除く三井住友カードのプロパカードが対象っていうふうになりますですのでナンバーレスだったりですねナンバーレスゴールドだったりプラチナのプリファードだったりねまあこういったクレジットカードが対象っていうふうになりますで得点が 対象カード、Apple Pay もしくは Google Pay に設定した上で、ライフにてスマホのビザタッチ決済でお支払いいただくと合計利用金額の10%相当 V ポイントプレゼントということで上限は500ポイントに設定されております。10%の500ポイントなんで対象支払い金額は5000までの利用がこちら対象になります。で 注意していいたただきたいのはまずねあのお持ちのカードを複数枚持っている場合であっても、えー、こちらで、ね、合算して集計っていう風になりますんで、えー、このキャンペーンはね1人1回しか利用することができません。でまたねスマホのビザタッチ決済っていう風になりますんで。物理カードの ビザタッチ決済ね、対象外になりますんで、この点もね、注意していただきたいなと思います。もちろんね、カードの差し込みだったり、ID のね、支払いは、えー、キャンペーン対象になりませんのでね、えー、この点注意していただいて、対象店舗ですね、ライフっていう感じでね、あの、 公式サイトの、ね、バナーでかく出てるんですけどもえビオラルセントラルスクエアミニエール各店舗こちらも対象になっておりましてえビオラルグランシップ大船駅前店こちらは対象外になっておりますのでこの点はえ利用しないように、ね、していただきたいなっていうところですかね、まあ、それ以外にはね特に難しいことございませんのでエントリーもねい,らいりませんのでねこのライフって結構ね私からすると結構高めなスーパーなんですけども、まあ、10%ポイント還元あるんだったらね じゃあ全力で利利用用ししててていいいきたいなっていう,ふうに思いますのでぜひこちらね利用してくださいそれでは次にですねこれ利用してた方ねあんまりいらっしゃらないと思うんですけども三井住友カードにはこちらのね選べるポイントショップっていうのがねありまして3店舗だけ選ぶとポイント0.5%上乗せしてもらえますよっていうねこちらは何て言うかまあ キャンペーンみたいなのがね、ずっとあったんですよね。まあ、これがとうとうね、2020年3月27日、23日59分持ちまして、当サービス終了いたしますということで、2024年2月の28日、午前10時にエントリーを締め切らせていただきますということで、この特典ね、とうとう終わるみたいですね。あんまりね、あの、対象店舗が多くなくてですね、あの、利用されてる方ね、かなり少なかったと思うんですけども、まあ、一応ね、こちら、2024年の3月27日、 日に終わるっていう風になりますんで終わりますよっていうことは頭入れといてくださいそれでは次にですねダイナースクラブカードですねポイント還元率一部変更のお知らせということでポイント還元率異なる特定加盟店が2024年4月16日ご利用分から以下の通,り変更になります通常100円につき1ポイントのところ200円につき1ポイントで換算される加盟店を指しますということで、まあ、このね 特定加盟店っていうところはですね100円で1ポイントのところが200円の月1ポイント0.5%還元になるっていうふうになるんですよね。でこちらがですね適用日が2020年4月の16日ご利用分からということででこちらねあの改定となるねあの業種なんですけども今現在はこの国税都道府県市民取扱い各種税金ヤフー公共料金支払いサトフルっていうのが、まあ、税金の中でね200円につき 1ポイントに入ってたわけなんですけども2024年4月16日から幅広く入るっていうふうになりますでまたね水道局も今まではね別途ね名前が出てたわけなんですけども全部の水道ガスについても全てのガスっていうふうにね2024年4月16日ご利用分からなりますんで今後はねこちら4月の16日からはこちらの利用先に関しては200円に1ポイントしかつきませんっていうふうになりますんで0.5%還元っていうふうになりますで こちら、ね、小さく書いてあるんですけども JAL ダイナースは引き続きカード利用200円につき1マイルとなる対象加盟店はありません、えー、マイル積算対象外店を除き全てのカード利用100円につき1マイルとなりますということで、まあ、こちらね JAL ダイナースはねあの対象外みたいなんですけどもプロパのねダ,ダイナースはねこういった形にね4月16日からね変更になりますそれでは次にですねソラシドイヤーこちらはリマインドということで前回もねこちら1回触れさせていただきま ましたけれども2024年1月31日14時からですね夏休みゴールデンウィークの航空券販売開始がありますで対象期間がへ3月の31日から10月の26日ということでゴールデンウィークも夏休みの航空券も含まれた期間がですね2020年1月の 14時からですね、特典航空券も同時開始っていう風になりますんで、ソラシドエアのマイルでですね、特典航空券を抑えたいっていう方は、2024年1月31日14時ですね、こちら星座待機していただいて、ぜひね、参戦していただければなと思います。ソラシドエアね、めちゃめちゃお得で人気がありますので、まあ、おそらくね、アクセスかなり集中するのではないかと思いますけども、ぜひこちらチェックしてください。それでは次にですね、ちょっとね、あの、私がツイートした内容 内容がですねまあ x なったんでポストに変わりましたねポスターした内容が、まあ、結構いいねつきましたんで一応ねおさらいしておきたいなと思うんですけれども先日ね子どものパスポートをですね申請してきたんですよねで収入印紙とあと県のね収入印紙だったかな払う必要がございますよねでこのね右側の普通の収入印紙っていうのはこのコンビニで売られている200円綴りのね収入印紙でも払うことができるんですよね。でですのでこちらはねクレカで 経由ででで購入すするることができるっていう風になりますんで、まあ、どうやらねマイナンバーがねあの利用することができる方は全てあのカード払いできるらしいんですけども私はねちょっとねあの期間的にね近々であの子どものねパあのマイナンバー間に合わなかったのでオンライン申請できなかったんですけどもこのねパスポートのね収入印紙の部分はこのね あのコンビニで買った収入印紙で払うことができるっていうふうになりますんでアメックスのね決済使用されている方はアメックスから aupayprepaid7 個で7個払いでセブンイレブンで収入印紙購入とかねまあこういった感じで購入していただければあのこのパスポート代もねパスポート代の収入印紙もねあの決済使用できるっていうふうになりますんでぜひこちらはね覚えておいてください特に7個で買ってね還元はないんですけども aupayprepaid にチャージしていただいて その時にアメックスの還元が取れるっていう感じですかねそれでは次にですねクレジットカードでこちら個人事業主の方向けのねいい案件が出ております私突撃したんですけどねちょっとね書類ミスってたのかな速攻落ち 落ちるね連絡来たんでちょっとやってしまったんですけれども個人事業主とかね代表の方はですねオリコビジネス EX ゴールド4ビズっていうのはね案件が2万円で出ておりましてこちら新規発行と利用で2万円もらえてこのカードね初年度年会費無料なんですよねでしかも利用額はねあの3000円とかでねえこちらポイント2万円分ポイントもらえるもらえるっていうふうになりますんで初年度年会費無料でしかもね2万円なんでねめちゃくちゃいいですよねぜひこちら 個人事業主とかね代表者の方はお次していただくの、ね、かなりおすすめです。私は、ね、ちょっとなぜか審査落ちてしまいましたのでちょっとねどのぐらい会社系の書類が必要なのかちょっと分かんないんですけどもお時間ある方突撃おすすめです。それでは次にですね今ねポイントサイトハピタスで新 NISA 応援キャンペーンっていうのがやってるんですよね。でこちら、ね、あの対象の、えー 広告利用すすると、えー、漏れなく1 1000ポイントがもらえますこれが1月31日までやっておりましてこちらエントリーが必要なんでもし利用される方はまずエントリーしていただいてその中のですねこちらの案件 SBI 証券ね利用されてない方はですね今回のこのニーズ応援キャンペーンで1000ポイントがもらえてでこちらのね SBI 証券で1万1000分のポイント出てるっていうふうになりますんでこのね SBI 証券の、えー、詳細がこちらになりまして 講座開設していただいてです、ね、5万円以上入金していただく必要がございますまあ取引する必要はないので、まあ、講座開設とね入金5万円以上利用していただければ1万1000円取れてさらにね先ほどのキャンペーンでさらに1000ポイント取れるっていうふうになりますんで合計1万2000円分の、ね、ポイントが取れますでこちらねあの入金の仕方にねちょっと癖がありまして新規講座開設後期間中に SBI 証券の総合講座から隅地に s m i s b i ネット銀行 SBI ハイブリッド預金や 一括5万円以上の振り返された方がポイント対象となります。っていう風になりますので、これだけね。注意していただきたいなと思います。まあ、取引なしでね。1万1000円もらえるでさらにね。 1> 1, ポイントでで万 2, 分もらえるっていう風になりますんでこちらねかなりおすすめです先日ねエアバス350脱出券の時にも言いましたけども今ポイントサイトハピタスはねニューイヤーキャンペーンやっておりまして新規登録していただいて5000ポイント以上の案件をねやっていただくとこのね3000っていうのがもらえるんですよねでさらに私のね先日のコラボをさせていただいたポイントサイトハピタスさんからですねプラス100円でまたまたね認定ユーザーっていうのハピタスがあるんですけどもそれでねさらに ににポイントっていう風になりますので合計 3, ポイント、ね、獲得することがででできるるっていう風になるんですよねでこのね3200ポイントなんですけども新規登録ねしていただいてこのね SBI 証券ねあの利用していただいて先ほどのキャンペーンのエントリーだけでしていただければ3200円上乗せでもらえるっていうふうになりますんでポイントサイトハピタスでねここまで大きいキャンペーンっていうのはあんまりないのでもしねポイントサイトハピタスね登録していただくのね非常におすすめっていう いう風になりますんで、まあアンケーはねこの SBI 証券でも、まあ、他のものでもいいんですけれどもこのキャンペーンはね5,000円以上5,000ポイント以上かえ獲得する必要がございますので5,000円ポイント以上のアンケをねこなす必要がございますのでその点だけね注意していただければこちらね上乗せしてもらえるっていうふうになりますんで多分ここまでね上がることはねなかなかないんじゃないかななんていうふうに個人的には思っております。あ今までででのキャンンペーンを見てるとととねねねそれでは次にです、ね、とうとう、ね っっって言うんだだたたかなか,か,かなちょっと読み方が分かんないんですけどもえ元トランプホテル2023年にですね私がねまだトランプホテル時代の時にハフでね利用させていただいたあのトランプタワーホテルがとうとうねヒルトンホテルでえ予約することができるようになっております。こちらね pc サイトだとね、カミングスーンって感じに出れるんですけども、こちら普通にね、詳細見れるようになっておりまして、一泊10万ポイントから、えー、利用することができるようになっております。一応ね、2月の7日からだったかなえっ、ー、と、リブランドするのが。で、10万ポイントでね、一泊宿泊することができるっていう風になりますので、もしね、狙ってた方はこちらね、ぜひ、えー、利用してみていただければなと思います。まだね、システムエラーで予約自体は、えー、できないみたいなんですけども、一応ね、もう こ,こちら出てるってことはもうしばらくしたらですねもう予約できるようになると思いますのでちょっといつ復旧するかねまだ分かんないみたいなんですけども一応ねこんな感じでもう出ておりますんでちょこちょこね利用されたい方は申請ねしてみていただければなというふうに思いますいやねこれはね非常に楽しみですよね一応ね話しておくとこちらねアメリカ国内のヒルトンホテルなので、えー、ヒルトンダイヤモンドゴールド持っていたとしても朝食はつきませんホテルクレジットが一 一泊 1>, 1人25ドルかな LXR だと もらえるっていう風になりますんでまあ、ラウンジは多分ないんじゃないかと思うんですけどもこれはちょっとねあの行ってみないとわかんない部分ではございますけどねひとまず朝食はねあのホテルクレジット切り替わっておりますんでこの点だけ注意してくださいそれでは次ですね先日ね私羽田空港第一ターミナルで利用したえボディーラックえボディケアラックってありますよね足湯のあのお店ですねなんとねここ鹿児島空港にもねあるみたいなんですよね ですので鹿児島空港にもですねプライオリティパス対象の まあ、レストラン特典が使えるこちらがですね、利用することができるようになりましたということで、今まで鹿児島空港にはこちらなかったんじゃないですかね、プライオティパスで利用できるところ。まあ、こちらね、国内線でも利用することができるっていうふうになりますんで、鹿児島空港ね、よく行かれる方、い行く予定のある方はですね、ぜひね、プライオティパス持って行っていただいて、ちょっとね、リフレッシュにマッサージとかね、足湯とか、足湯ちょっとあんのか分かんないですけども、利用ね、していただければなと思います。それでは次に JAL です。 JALJCB カード、JALOP クレジットカード、GooglePay 対応へということで、こちらね、JAL のサイトで1月25日にね、掲載されております。まあ、こちらの JAL JCB カードを使っている方は結構多いかななんていうふうに思うんですけども今までね GooglePay 利用することができなかったみたいなんですけどもねとうとう GooglePay で利用することができるようになりましたということで対象カードをね保有されている方はぜひねチェックしてくださいそれでは次にです ANA がですね AirJapan2020 年4月の26日より成田シンガポール戦に新規就航が発表されましたいやすごいですね AirJapan も本当に いろろんなところに、ね、新規就航しますよね2期目の航空機受領に伴い2024年4月の26日成田シンガポール線を開設します最低カウンチは1万7500円から設定しお客様にお好,みのお好みに応じたサービスを自由に組み合わせることにより幅広い選択肢を提供してまいりますということでこのエアージャパンっていうのは フルサービスキャリアでもなく LCC でもなくハイブリッドキャリアっていうね位置付けみたいなんですよねですので LCC でもなくフルサービスキャリアでもないっていうねこの新しい航空会社っていう風になるんですよね で運行スケジュールなんですけども、えー、成田シンガポール NQ3 と NQ4 ですね。で機材はボーイング787-8型機全席エコノミークラスっていう風になります。で、市営便数は週5便っていう風になっておりまして、時間はこちらになって おりますで、最低運賃なんですけども、何にもね、付けなかったら、17,500円が、最低運賃でね、利用することができるっていうふうになりますんで、成田、シンガポールね、17,500円。まあ、プラス、所税とか入ったらいくらぐらいになるの ?2 万2、0 0 0円とかになると思うんですけども、それでもね、かなり安いのではないなのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、気になる方は、チェックね、していただければな、と思います。 それでは次にですね ANAQ がそろそろ迫っておりますけれども残念ながら1月の29日の ANAQ は特にこれといったものはねなさそうですね ANA トラベラーズナイバラパッケージ、A、マイルが貯まる ANAPay ということでこちらね登録されてない方はいいですよね ANAPay のね残高1,000円もらえるっていうふうになりますんでねそれぐらいですかねあとショッピングモールの ANA モールのね キャンンペーンがあって、あとライブショッピングとかもね今 ANA やってるんですけども、まあ、これの特典が29日は多くもらえるそうですあとオリジナル商品は特別価格えふるさと納税 ANA ポケットあと29日の ANA フェスタえマイレージクラブ会員限定の保険ということで、えー本えー、残念ながらですね1月の29日の ANAQ は、えー、航空券のセールも、えー 航空機のセール、またね、減額マイルキャンペーンもね、ないっていうふうになりますんで、ちょっと残念ですね。それでは次にですね、えー、冬だ、外貨だ、最大2万マイルプレゼントキャンペーンということで、えー、こちらね、ANA、ソニー、バンコーレットのね、キャンペーンっていうふうになりまして、えー、こちらね、最大2万マイルがね、もらえる。 っていうキャンペーンになっておりまして、期間が1月の23日から2020年3月の29日までっていう風になります。で、対象商品がですね。ana マイル付き外貨定期預金3ヶ月ですね。まあ、3ヶ月ね入れていただくとマックス2万マイルがもらえるキャンペーンっていう風になります。まあ、こちら外貨なんでね。リスクゼロではないんですけども、もまあ、うまくいけば儲かって2万円うまくいかなかったら損して2万円みたいなまあ、そんな感じですね。で条件がですね。キャンペーン中に。 普通預金から直接 ANA マイル付き外貨定期預金3ヶ月に申し込み満期まで保有することっていうふうになりますで本キャンペーンと対象になる ANA マイル定期預金の複数を申し込みの場合全契約の合計預け入れ金額を判定してマイル積算します本キャンペーンは ANA マイル付き外貨定期預金の申し込み可能な通貨すべてが対象です 外貨普通預金からのお預け入れ a n m l 付き定期預金でない普通の外貨定期預金は本キャンペーン対象外ですということでこちらね注意事項が記載されておりまして。 もらえるマイルと入金金額になっておりまして、100万円未満だったら0マイル。100万円以上で200万円未満だったら2500マイル。200万から300万未満が5000マイル。300万円以上入れていただくと2万マイルということで、300万円ね、寝かせていらっしゃる方で、ちょっとね、まあギャンブル的な感じにはなってしまうと思うんですけれども、2万マイルね。 狙いたいっていう方はこの機会にね、えー、ANA マイル付き定期預金で、ね、3ヶ月、えー、利用していただくとですね、えー、300万円入れていただくと2万マイルっていうふうになりますんでまあ2万マイルもらえるんだったらね 1>, うん1万ぐらい損しても別にいいかなっていう気はするんですけどもどうでしょうかねまあこちらはね人によってねちょっと感覚変わるかななんていうふうに思うんですけども一応ね300万円以上入れていただいて3ヶ月で、ね、入れていただくと2万マイルもらえるキャンペーンが来ておりますので気になる方是非チェックしてくださいプレゼント時期は2024年9月下旬にね、えー、積算っていうふうになります それでは次ですね東都来ましたね2 0 2 0年度 ANA グループ航空輸送事業計画を策定ということで国際線では ANA をおいて順調な欧州路線を強化します上期では羽田ウィーン線に再開に加えミュンヘンパリ増便し毎日運行、えー、夏季期間中羽田からミラノストックホルムイスタンブール線新規開設します はいそうなんです、とうとうですね、コロナでね、本当に忘れられてたんじゃないかっていう感じなんですけれども、ウィーンの再開であったり、えー、ミュンヘン、パリ、えー、毎日運行とかね、えー、羽田、ストックホルム、ミスタンブール線、新規開設がですね、とうとうね、発表されました。いやね非常に 朗報ですよね ANA では好調が継続している欧州路線について7月から羽田ミュンヘン羽田パリ毎日運行へ増便8月から羽田ウィーン線再開します加えて新型コロナウイルス拡大に伴い延期していた羽田ミラノ羽田ストックホルム羽田イスタンブール路線について夏季期間中に解説します。3 路線の開設時期、ダイヤ等については改めてご案内いたします。ということでひとまずですね。この羽田ミラノストックホルムイスタンブール路線についてはまだね。新規就航する時期っていうのは分かんないんですけども、ひとまずねえ,しえ。就航すること自体はもう発表されました。ですので、まあこの3路線に関してはですね。間違いなくね。特典航空券開放祭りが来るのではないかと思いますので、これはね非常に朗報ですよね。 で,ですね羽田ウィーン路線に関してはですね、えー、もうね発売開始になっているっていうふうになりますんで羽田ウィーン路線ですね n m マでね発見されたいですよっていう方はですねぜひねチェックしていただければなと思います8月からということでエコノミーとねプレー,コーとかだったら結構空席がありましたねこれこの日はちょっと空席待ちになってましたけどねはいビジネスはちょっとね刈り取られてるっていう感じになりますんでぜひねプレミアムエコノミーとかでね利用されたいとかねエコノミークラスでもいいよ ってていいいう方はですすねぜひねチェックしていただければなと思います、まあ、ちょっとエコノミークラスはねサーチージ変わるんでちょっともったいないんでもし利用するならえプレイコっていうところですかね是非ね、えー、2020年8月からですね、えー、こちらねあの検索すると出てくるっていうふうになりますんで是非こちらはチェックしてみてくださいはいということで今回ですねちょっと細かい話まとめて、えー、紹介させていただきました紹介させていただいたものはね基本的に全部ね概要欄に載せておきますので、えー、気になるのものございましたらですね是非ね公式サイトをチェック していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログツイッター Instagram LINE 公式アカウント最近ね。line 公式アカウントでプライオリティパス対クレカがわかる。pp 診断であったり、ポイントサイト診断。 あとね、マイル診断とかも始めましたので、ぜひね、こちらから利用ね、無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしてください。この診断コンセンツね、どんどん増やしていくっていうふうになりますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ